気持ちいいですか？ちょっとだいぶ押し売りやと思う。たまにはちょっと押し売りもまあ僕はね、見ての通り好青年なんでね、皆さんどんどん話しかけてくれたらね、やんちゃそうやな、うん、僕は好青年なんでね、ねねね、そうですよね、そうですね、僕はね小さい時からいい子だいい子だ、君はいい子だってね言われて育ったからね、こういうもう見ての通りもう人の良さそうな好青年にね、そうなんだよね。そこで翔ちゃんがこうね、あ、電話鳴ったからね、ちょっとね仕方ないかな、早く出てください。一個面白い話があるんですよ。みんな聞いてね。俺あの歯が悪いんですけど、弱いんですけど、だから朝と晩は歯磨くんですよ。で昨日なんか違和感あるなと思ったら、なんか奥歯にあの歯ブラシの毛が刺さってたんですよね。そうなんだよね、違和感があるってね、僕の方に口を向けてね、ちょっと見てくれって言うから見たけど、僕にはちょっとよくわからなくてね、ね、大体透明やからな。みんな1日何回ぐらい歯磨きするかな。大体
真面目な人でも3回ぐらい。真面目、あんまりあの歯磨きするとね、歯茎にあのダメージがいくらしいからね、1日まあ1回、まあでも寝る前に1回したらいいってあの歯医者さんが言ってたんでね、みんな寝る前にはしっかり歯磨きしてね、ちゃんとおしこいてね、寝るようにしようね。お兄さんとの約束だよ。じゃあ次の曲いこうかな。まああのね、まあ僕は好青年なんでね。じゃあ聴いてください。Come on.